台風10号で九州や中国、四国地方が暴風域に入り、約800万人に避難指示や避難勧告が出されたとのことですが、皆様大丈夫でしたか？そんな台風10号をめぐって、隣国の予報では、台風10号の予想経路が当初より東側に移っているため、隣国には上陸せず、東海岸側を通過しながら影響を与えると予想されていました。しかし、実際は、その予報とはかけ離れた現状をもたらしてしまったようです。記事によると、台風10号の被害を受けた釜山は、強風と暴雨による被害が相次いだ。ハイシェンは、秒速30メートルを超える強風とともに大雨を降らせ、浸水や山崩れ事故が発生した。7日午前8時基準で、釜山消防本部は、台風関連143件の通報を受けて出動した。同日午前8時30分頃、釜山神宮ケグムドンで土砂が流出し、近くの住宅を襲った。この事故で、住宅の出入り口が塞がれ、60代の男性が、家の中に閉じ込められ、119救助隊員に救助された。午前6時29分頃、トンベグオンチョンドンの歩道橋のエレベーターが停電で止まり、内部に閉じ込められていた57歳の男性が119に救助された。同日午前4時28分頃、ヨンドグトンサムドンでは、信号が強風で折れる事件もあった。釜山ソグのある道路では、住宅街の屋上に落ちたタンクが発見された。午前7時50分頃には、湖岸大橋を走っていた1トントラックが強風で転倒し、消防と警察が力を合わせて運転手を救助した。釜山警察庁112総合状況室に寄せられた台風の通報は、信号機の故障や停電など、計326件だった。道路統制も続出した。湖岸大橋、クアンアン大橋、釜山港大橋などの海上橋だけでなく、トンベクス4橋、ヤンアン橋、セビョン橋などの内陸河川道路など53箇所が通行止めになった。道路の冠水で、車が水に浸かったまま運行するところも多かった。釜山キメ京電鉄と東海線は、当日午前5時の始発から運行が中止され、キョンブ線一部区間の運行も中止された。釜山都市鉄道1から4号線の電車と市内バスは通常通り運行しているが、都市鉄道の地上区間は1時40キロで徐行している。台風が釜山に最も接近する時点が午前8から9時の出勤時間と重なり、交通混雑ももたらされた。釜山市南部4歩道一帯の580世帯余りは停電が発生し、住民の不便にさらされている。上流の流入量が大幅に増えた楽東高架口の堤防は、同日午前6時10分を基準に、全水門を完全に開放した。まだ、クポ大橋は、注意報発令まで水位が残っているが、元東橋は、関心段階を超え、注意報発令まで、水位があまり残っていない状態だ。江西区には、瞬間最大風速秒速 32.2 メートルの風が吹き、西欧秒速16メートル、影島14メートルの風が吹いた。見事なまでの的外れ、実際には上陸して、多数の被害をもたらしてしまったようです。日本の予報では、台風10号における進路が気になってずっと見ていましたが、九州への上陸とともに、隣国への上陸予定と、ここ数日間台風の移動圏内に入っていました。最近の天気予報はかなり難しくなっているとはいえ、今回の大型台風が上陸しないと予報したことには驚くものです。そんな隣国の気象庁の精度が問題視されている記事があったので紹介します。記事によると、大型の台風10号は6日から7日、九州の西岸沖を北上し、朝鮮半島南東部に上陸した。九州には上陸しなかったものの、宮崎県椎葉村で土砂崩れが発生し、7日正午現在、4人が行方不明となっているほか、九州地方を中心に22人が負傷した。そんな危険な台風の進路をめぐって、隣国気象庁の台風は隣国には上陸しないとしていた予測が物議を醸している。日本の気象庁、米軍合同台風警報センター、JTWC が朝鮮半島南部に上陸する可能性が高いことを指摘していたからだ。
日韓のネット上ではここ数日どちらの進路予測が正しいのかについて隣国気象庁の願望がにじみ出た予測だ。隣国気象庁は嘘をつくな、日米の台風予測こそ自分たちの願望がにじみ出ているなど議論が続いていた。朝鮮日報オンラインは7日記事、台風10号の進路、隣国気象庁の予報より西寄り、隣国全土が影響圏にを配信。台風10号の予想経路は気象庁のこれまでの予報よりも韓半島側に近くなった。前日台風10号の中心は韓半島に上陸しないという予想が出されたが、進路が徐々に西寄りになり上陸する可能性も高まった。台風10号の中心位置と移動経路は変わる可能性があると説明した。隣国気象庁の予測は5日の段階で隣国には上陸せず日本列島を通過すると説明していたのだが、急遽前言を翻した結果だ。そして7日午前、隣国気象庁はついに台風の上陸を認めた。隣国のメディアで7日記事、隣国気象庁、台風10号ハイシェンの隣国上陸を認めるを配信し、以下のように述べる。隣国気象庁は日米の予報とは違った進路予測で、台風10号ハイシェンが隣国東海日本海をまっすぐに北上すると発表してきた。長い間日本の気象衛星に依存してきた隣国の予報だったが、近年は独自の気象衛星と中国製のスーパーコンピューターを導入し精度の高い予報を目指してきた。そもそも台風の詳細な進路予測は難しいとされる。そもそも台風の上陸地点を正確に予測するのは最新鋭のスーパーコンピューターを使用しても難しいとされています。隣国気象庁の誇る中国製のコンピューターや独自の気象衛星がどの程度の精度を持っているのか不明ですが、むしろ台風情報で最も気をつけるべきなのは台風中心の進路ではなく、暴風圏がどの地域に影響するのか、それによって高潮の影響や台風の降水帯がどこに伸びるのかといった予測です。今回の台風10号が一時伊勢湾台風を超える危険な台風であったことは間違いなく、いかに被害を大きくしないよう自国民に注意と避難を促すのかということが重要だったと思います。避難した結果大したことなかったじゃないかと言われても、避難を促さなかったことで失われる命があってはなりません。日本の気象庁はそういう意味で今回は非常に保守的な予測を立て、早くから国民に注意を促していました。これまでの台風被害を受けた適切なアナウンスだったと思っています。天気図を見て一喜一憂するよりも、避難勧告や避難指示があったらとにかく避難する、それに尽きるようだ。経路が合っているとか他国との比較より、影響のある台風によりどのようなことをしなければいけないかが重要ではないですか。国民の命を守るために10号の経路外したんじゃないの。東海岸を北上じゃなくて隣国上陸ですよね。外した上に災害が広がると政権の支持率が下がっちゃうからごまかしているんですよね。台風という多大な被害を巻き起こしてしまう非常時においても日本と張り合おうとする考え、なんか今更ですがあまりにも幼い。自然を相手に競い合う意味がどこにあるんでしょう。無駄な時間を違うことに使っては。今回の気象庁の判断において、チェジュ大学台風予報センター長のムイン・イルジュ教授は、予想とは違って台風は上陸したが誤差の水準で見たとき概ね正確と話したようです。隣国では上陸する台風に対して上陸しないと予報していたとしても、この予報は正確だという見解になってしまうのかな。気象庁における天気予報、自分自身を守るための指針となるものですが、上陸しないと伝えられて安心しきった時に大被害をもたらす惨事が起きたとしたら、そんな不意打ちのサプライズって恐ろしすぎるものですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。